中英文。皆様、こんばんは。私は蔡英文です。今日很欢喜会使来遮甲大家见面。不过我的台湾话，啊，甲我的日本话都有限。我今日请一个咱足杰出。阿妈就有学问嘞，咱嘞民进党，咱即马就好的一个党员，嘛是咱的同志，就是咱的林陈伟林教授来给咱做翻译。皆様、こんばんは。本日は、皆様とお会いできて、実に心より嬉しく思っております。残念ながら私の台湾語も日本語も、非常に限られております。したがって本日は、林政委、私ども民進党員の一人でありますが、雑役を務めます。林教授是我们民进党前国际部的主任，阿妈在咱的北海道大学任教，所以我感觉讲今日的翻译一定是非常的精准。林教授はですね、私ども民進党の国際事務部の元部長で、主任でありまして、しかも日本の北海道大学の教授でありますので、したがって本日の通訳は非常に正確に、通訳されました。私は、信じております。首先我要多谢咱的郭妈妈。今日甲咱做咱的引言，啊，佮甲我献花。啊，太多啊！郭妈妈咧甲我讲，讲我的年纪比伊的查某囝佫较少年。啊，不过我要甲郭妈妈讲，就是阮妈妈比伊较老。まず本当に、心より本日その名誉会長であられる、郭総務さんに感謝の気持ちを申し上げたいと。先ほどのご挨拶、そして、その花束の贈呈など心より感謝申し上げます。先ほどカソンさんにはですね、私は彼女の娘より若いと、言われましたが、ここで私はそのカソン様に申し上げたいのは、実は私の母親はカソン様より、年が上です。我相信郭妈妈的家里的产品一定非常有效，因为她看起来真的很年轻。そしてカソン様がご主人が作られた製品は、必ずは実に効果があると私は信じております。なぜなら彼女は本当に若く見えるからです。咱今日嘛足欢喜，咱有三位咱的日本的朋友来跟咱做伙，啊，跟咱讲足多有利于我们了解咱整个亚太情势，啊，跟咱的日本甲咱台湾的关系，也是日本甲中国的关系。咱足感谢咱的江琦先生、咱的英景先生、咱的英景女士甲咱的山谷女士。そしてまた本日は三名素晴らしい日本の友人がいらして。素晴らしいお言葉をいただきました。3名のお客様はですね、ゲストは、アジア太平洋の情勢について、多く語られ、そして日台関係、そして日中関係 を多く語られ、我々はそこから、大変たくさん学びました。岡崎大使、そして桜井先生、そして山谷先生、本当にありがとうございます。我要跟谢谢我要跟江琦大使报告的，就是说，当年我没有到美国去做咱的代表，我讲过一句话，就是讲我不爱去的理由之一，就是因为华盛顿 DC 的日本料理不好吃。
岡崎大臣に、一言申し上げたいと思います。その先ほどお話に出たそのアメリカの代表として赴任したかった理由ですが、私が赴任したしなかった理由の一つはですね、ワシントン DC の日本料理があまりにも美味しくないからです。不过最重要的理由还是家父跟家母的健康在那个时候是不能够允许我做比较远的旅行。まあ、もちろん、最も重要な理由は両親の健康状態は当時は、私が遠いところに、行けるような状況ではありませんでしたからです。自从我对DC的日本料理有所评论之后，很多 DC 的朋友对我有一点意见。私はワシントン DC の日本料理について批判をし始めたら、ワシントン DC の友人は私に対して多少不愉快に思っているようです。那尤其是在我担任民进党主席之后，那我们也经常的到 DC 去沟通，那也希望在我们在华盛顿 DC 在美国能够更进一步的了解我们民进党对整个亚太形势的看法，跟美台湾跟日本的跟台湾跟美国关系的看法，还有两岸关系的看法。ですね、私が民進党主席に就任してから、やはりワシントン DC に機会が非常に多くなりました。なぜならば、ワシントンにはたくさん、民進党がどういうそのアジア太平洋の状況について、また日台関係、そして、台米関係、そして両岸関係について、民進党がどう思っているか知りたい、ワシントンの友人が多いからです。我们非常感谢冈崎大使的指教，我们会持续的注重跟美国的沟通，那么我们也希望跟日本的政府也保持良好的沟通。先ほど冈崎大使のご教示を大変ありがたく拝聴いたしました。我々はもちろん、米国とのコミュニケーションを強化していきたい。そしてそれと同時に日本との、パイプもより、強くしていきたいと思っております。民主进步党改变的可能是他每一次每一届不同时间的领导人，可是民主进步党没有改变的是他对于自由、民主、人权的坚持。民主進歩党は変わっていきます。もちろんそのリーダーとともに毎回変わりますが、ただしその中でも変わらなかったことがあります。それは自由、民主、そして人権です。我们会继续坚持这些原则。私どもはこれら大事な原則を堅持していきたいと思っております。我们也非常感谢在过去一段时间有很多的机会跟我们的英菊女士交换亚太地区情势的意见，她给我们很多很多的教导跟很多很多的分析。那我们再一次的感谢英菊女士，在过去一段时间我们的相互的沟通往来交换意见，还给我们的指教。そして桜井淑子先生にも感謝の気持ちを申し上げたいと思います。過去において、たくさんの機会においてですね、アジア太平洋の状況について、お互い、意見交換をし、そして、先生からたくさん学び、先生の分析も大変、参考になりました。過去のこういうその交流など、今後とも、強化していきたいというふうに私は思っております。我们也非常感谢山谷参议员今天给我们很多的鼓励。那我们在民主进步党2012年在执政，我们一定会特别注意智慧财产权的保护。そして本日また山谷先生のお言葉も大変ありがたく拝聴いたしました。そしてその励ましも我々にとって大変勇気をつけられました。我々が再び政権を取れば先生に報告したいんですが、その知的財産権については必ず重要視してまいります。我们理解智慧财产权是台湾的社会跟经济的竞争优势最重要的地方，也是我们跟中国在经济的竞争上面最具优势的地方。我们十分理解しております。このように知的財産権を重要視することは、台湾の社会そして経済が発展する最も重要な要素である。そしてそれは台湾が中国と全く違うところであります。我们今天从台湾来的代表团是有史以来应该是最大的一个代表团。那么不但是我们的代表团的人数众多，而且都非常具有代表性，有我们的前行政院长，
我们的谢院长，我们的前驻日代表许大使，还有我们党内很多优秀的这个从政的同志都来了，他们都是我们年轻世代，而且是一个都是非常杰出的我们从政的人员。本日私と共に参りました民進党の代表団はおそらく過去において最大の代表団であると思います。それは人数が多いだけではなく代表性にも非常に富んでおります。まず私どもの敬愛する社長で委員長、そして元駐日代表の小世界大使、そしてその他にも党内に非常に優秀な同志たちが本日来ております。彼らは結集しているだけではなく若い世代を代表している力であります。今天来的有我们的前辈世代，也有我们将来要接班的世代。至于他们属于哪一个世代，由他们自己去选择。本日来ておりますのは、私どもにとって先輩である、あるいはこれから世界交代をして、その受け継いでいく若手である。それぞれがどの世代に属しているか、それぞれでお決めください。不但是我们的代表团，今天。跟着我们从台北来的媒体也是前所未有的多，那我们这一次媒体跟着我们来的人数达到二十七，那这是比以前都多的一个媒体的代表团。那我也要跟我们在日本的我们很多的好朋友报告，这个比我们到美国去的代表团还要大。本日来ております代表団はですね、民進党にとって最大だけではなく台湾のメディアとしても最大であります。これは未曾有の状況であります。総じて27名になります。なんとこの27名の数は私どもが訪米した時より多いんです。今天我要做一个事情，就是让我们的媒体做主角。一分钟，是不是请我们的媒体挥挥手，看看，让我们看看你们在哪里？本日のそのにはですね、私どものメディアにちょっと主役になっていただきたい。一分ぐらい、ちょっと手を振ってください。挥挥手、挥挥挥手、让我们知道媒体在哪里。我们也是想利用这个机会，让我们的媒体了解自己变为焦点的那种感觉。これを機にですね、メディアの方々にもぜひ期待していただきたいのは、自分がスポットライトを浴びる気分はどういう感じなのか。我们还有很多，应该有几位从台北一直跟着我们来的日本的媒体的朋友，我们要特别感谢他们。そしてまた、なんと日本メディアですが、台北駐在の日本メディアも、我々と共に今度日本に来ております。我们是不是请日本跟我们来的媒体也挥挥手好吗？日本メディアの方も手を振ってください。刚才我们的英景女士在讲说，她觉得我在很快的时间从变成是一个政治人物。那我也要跟各位报告，这个变成政治人物的过程中有很多很多的经验。中间一个经验就是每天要跟媒体在一起，每一天要被镁光灯来照射，每一天要告诉他们你究竟在想什么，你或者你做了什么。先ほど桜井先生はですね、私は政治家として素早く成長したとおっしゃいましたが、桜井先生にぜひ報告したいのはですね、政治家として成長する過程には私はたくさんのことを経験しました。その中で最も重要な一つはですね、毎日マスコミの方と一緒に過ごすことです。毎日スポットライトを浴び、そして毎日彼らが自分が何を考えているのか、自分は何をしたのか、毎日それを報告しなきゃいけないことですよ。